スコット・ラッセルは、アメリカ合衆国上ジ,ジア州イーストポイント出身のオートバイレーサー。スーパーバイク世界選手権、アマ・スーパーバイクでチャンピオンを獲得した。デートナ200マイルレースでは、通算5勝という史上最多記録を持ち、ミスター・デートナの異名を持つ。1993年には、 鈴鹿8時間耐久ロードレースでも勝利を挙げ、またアマスーパースポーツ 750cc クラスで通算最多優勝記録を保持している。子供時代にモトクロスのレースに出場し、その後はベラのレースイベントに出場。1987年からはアマのレースに参戦を開始する。翌1988年には 750cc の スーパースポーツクラスでシリーズ2位に入り、スーパーバイクや 600cc スーパースポーツクラスでも成功を収めた。1989年にはスーパーバイクでシリーズ2位。1990年から1992年までは 750cc スーパースポーツで3年連続チャンピオン。特に1991年にはシーズン全勝を果たす大活躍を見せた。 1992年にはさらに最高峰アーマー、スーパーバイクでチャンピオンを獲得。1995年のデートナ200では一周目に、転倒クラッシュを喫したにもかかわらず、カール・フォガテを抑えて優勝を果たした。スーパーバイク世界選手権には1989年以降、スポット参戦を続け、1991年と1992年には、表彰台も獲得していたが、 1993年にロブマジー率いるマジー川崎チームからフル参戦を開始、初年度にしていきなりチャンピオンに輝いた。またこの年はアーロンスライトと組んで鈴鹿8時間耐久ロードレースにも出場、川崎に初優勝をもたらした。翌1994年にはドゥカテをカルカール・フォーガィに敗れてシリーズ2位に終わった。 ラッセルは1995年シーズン序盤にスーパーバイク世界選手権を去るとシーズン途中に現役引退を発表したケビン・シュワンツの後継としてラッキー・ストライク・スズキチームからロードレース世界選手権 500cc クラスに参戦を開始した。翌1996年も同チームに残留しフルシーズンを戦い3位表彰台を2度獲得して シリーズランキング6位の成績を残した。1997年には、ヤマハのマシンを買って、スーパーバイク世界選手権に、復帰、1回のポールポジション、2回の表彰台を、経験し、シリーズ6位に入った。翌1998年には、トップ集団で争うことがほとんどなくなり、シリーズランキングは10位に終わった。この年のラグナセカでのレースでは、 スタートで明らかなフライングを犯してしまい、その後ストップゴーペナルティの指示を無視して走り続け、最後は転倒によってチームメイトの羽賀のりゆきを道連れにしそうになった。ラッセルは1999年、2000年とアマ、ま、スーパーバイクでハーレーダビッドソンのマシンを買ったが、成功は収められなかった。2001年の開幕戦、デートナ200、ラッセルは HMC ドゥカティチームからエントリーした。ドゥカティは、ミスター・デートナが同社に、デートナ200初優勝をもたらしてくれることを期待していたが、スタートで、ラッセルのマシンは、エンジンストールを起こし、コースサイドにマシンを避けようとしていた時に、後続車が追突。結局ラッセルはこの時に負った重傷が原因で、トップレーサーとしてのキャリアを終えることになった。2005年、ラッセルは、 アマのオートバイの電動入りを果たした。2008年には元アマスーパーバイクチャンピオンのジェイミー・ジェームズが用意したヤマハユースフ・ r ール1を買ってベートナ200のスーパーストッククラスに復帰を果たした。2009年からはアメリカのモータースポーツ専門チャンネルスピード TV の解説者を務めている。ありがとうございます。